秋間は仕事できるかどうかですね。秋間さんありますよね。ダルビマ温度は9日ぐらいで、ダルビの有利ですよね。あナンバーワンダルシム is USA。はいですね。はい、サービン。さあ、どうでしょうね。クイさんとしてはどうですか、この戦いは。頑張ってほしいですね。そうでした。さあ、ごめんなさって。さあ、日本の横綱は USA でどう戦うのか。さあ、見物ですね。テクテン、テン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 で、さあ、打ってる、ヨガテレポしてね、やる気をですね。さあ、ここから町の本土は、日本一ですね。さあ、しゃがむかやられるか。さあ、一緒しゃがんでれば勝ってる気がするんですけど、まあ、そういうゲームですからね。はい、テクテン、テン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 、よかったー。ああ、刺さりましたね。さあ、押し出しは、さあ、張り手、押し出しは張り手でよろしいですか。やっぱ張り手は日本の攻撃ですからね。決まり手、ベルベルが普通に突っ込みがされましたね。決まり手じゃねえんですよ。そう、その通りですね。はい、なかなか分かってらっしゃるので。さあ、ヨガファイヤーじゃねえ。さあ、ヨガ突っ込みから、ダルシムは必死。さあ、しっかりアッキーも横綱の顔を。さあ、ツインレーザー刺して、さあ、今度、レーザーから弾発。さあ、ダルシムにもう吐くものはなくなった。さあ、あとはアッキーもが、どのぐらいまで処理していくのか。さあ、横綱が、さあ、横綱が張り手して、横綱が場面走り、横綱が取り戻されて、あ、ごめん、終わってますよね。すいません。すいません、すいません、すいません。はい、はい。あ、秋山さん、カード、回収。はい、ありがとうございました。はい。はい、サビンはナイスファイトでしたね。はい、さあ、続きまして、マサツグですね。マサツグと、顔文字ガイルさんですね。マサツグ、はい、顔文字ガイルさん。はい、